はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は2月10日水曜日、時刻の方は16時3分です。メールテテテテペピョー。はい、そんなわけでね、まあ、Q&A に関する動画のね、まあ、ちょっと真面目なお話をしたいと思いますね。まあ、エンターテインメントを抜きにして、真面目なお話をする動画を作ったことは今までないんだけども、真面目なお話をしたいと思います。で、まあ、こういう動画を作るっていうのは、このエンターテインメントチャンネルのこのステージの上でね、この舞台裏というかネタ明かしというか、まあ、こういうものをシナリオではね、でこれをね語るっていうのは、まあ、ご法度というか、まあ、見て分かってっていう、そういうことなので、まあ、これをまた真面目にお話しするっていうのがどうかなとは思うんだけども、最近この新しく見てくれてる方がいるので、なので他のチャンネルと同じように見られるとこちらも困るというか、他のチャンネルみたいにちゃんとしたチャンネルではないので、エンターテインメントチャンネルなんで、ここね、全ての動画の下にちゃんと書いてあるんだけども、エンターテインメントを重視しているチャンネルなので、であとおじいは先生でもないので、決定権もないので、なので、皆様から情報をいただいてね、それをまとめたりとか、あと、まあ、大切なのはみんなで考えるっていうね、そういうことなんだよね。これで例えばね、今日先ほど作った動画でね、パンダ通信専用だと音声サポート対象外ということで、まあ、本当詳しくない方がこれをね注文して、で、まあ、パンダちゃんの中身ね、スマホに使ってもいいのとかね、まあ、そういった内容で、まあ、ジム Q&A 答えたんだけども、でもご本人がちゃんとね、楽天のことは楽天に行くのがこれ筋ってもんだから、まあ、おじいも動画を作って皆さんもアドバイスしてくれたけども、まあ、でもその筋の元のところに電話で聞いた。そしたら、これにつけてる SIM はもうデータ SIM で、で、それ専用で要は出してるわけなんで、音声についてはねサポート外だよっていうね、まあ、そうやって言ったっていうかね、で、そんなことがあるのかってね、じゃけんなよってことでね、普通誰でも思うでしょ、ひどいなっていう。で、まあ、今度はね、まあ、こういう、まあ、編集済みにはなってるんだけども、こういうコメントがね来ました。まあ、本当かどうかおじいが直接聞いてほしいです。コメントだとまた聞きレベル、解釈の違いだと思いますよ。私はそのように解釈していませんよ。で、このコメントに対して元気なおじいはちゃんとね、今回の内容を、まあ、大体の今説明、この動画の内容のね3分の2ぐらいをコメントしてます。時間かけてね、まあ、これやってると時間かかるから、普段やらないんだけど、ハート返しなんだけど、とりあえずね、最近見始めてる方なんで、最近初めてか、まあ、今日初めてかもしれないけど、まあ、一応コメントは打って対応しましたね。で、まあ、こういう動画をまあ作んなきゃならないほど、今結構今まで見てない方がかなり多いので、今まで自分も経験したことのないようなっていうと嘘になるね、2年前の11月12月に経験してるぐらいの勢いでね、チャンネルの再生がまたバーンって復活して、チャンネル登録も伸びてるので、まあ、そんだけ新しい方が見てくれてるってことなので、もともと見ててくれてる方っていうのはおじいのチャンネルカラーっていうのをまあ分かっててくれてると思うんだけど、また10人といういろんな方が来るし、真面目な方も来るんでね、なので、まあ、こういった内容が来て、まあ、当然だと思います。それでね、まずは本当かどうかおじいが直接聞いてほしいですとね。で、コメントだとまた激レベルって、だこれがおじいが直接聞いてみて、いや聞いたらこうだったよ、これまた激レベルじゃん。違うの、何段年さんがね、視聴者様のコメントはまた聞きレベルだから解釈が違うと思うから、だからおじいが直接聞いてみてよ。で、視聴者様が言ったことをコメントでくれても、おじいが聞いたことを動画にしても、何段年さんから見るとまた聞きレベルじゃん。違うの
そこに何が違うんでしょうかって自分は思うんだよ。どっちにしてもまた聞きレベルなんだよ。それで解釈の違いだと思って、私はそのように解釈する。これはいいんだよ、別に否定はしないんだけど、大切なのは、じゃあ真実と違うことを言って解釈が違う、相手に返す違う解釈の仕方をさせるようなサポートが、これがサポートの業務としていいのかどうか、そこなんだよ。だいろんな解釈のさせ方があるよ、言葉一つで。であとはあの確認とかリピートとかね、そういう形で要はしっかりやるはずだよね、サポートっていうのはね。でこちらが何か言ったことは必ずおもがえししたりとか復唱したりとかね、かで確認するよね、これはこうでこうでこうでございますよ。で例えばお使いながら何かを例にしてくれたりとか、こうやってやってくれるもんだよね、サポートっていうのは。だからこの解釈の違いをさせるようなサポートっていうのがいかがなものかなと思うんだよ。おじいの動画はね、しつこいよって言われてんの。この間動画にいたでしょ、同じことをくど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 何度もって。ちょっとそれ用意しておけば、覚えてる人いるでしょ。おじいまだスクショで撮ってあるけどね、同じことをくど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 何度も言いやがってしてね、そんなコメントあったよね。それぐらいくど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 言わないと、動画を見てる人はおじいの動画をね、サムネとタイトルで判断したり、見たとしてもスキップしながら見てるので、そこの大切な部分が飛んでしまうんです。でたくさんコメントをしてくれる常連様もいるんだけど、この動画を見れば言ってることを質問したりとか、こうだねとかチップカップなコメントをする人ってかなり多いんだよ。だそれでも一応ここはコミュニケーションチャンネルなんで、コメントするとなんか読んでくれたりとか、こう旗ついたとか、なんかコミュニケーションがあるから、それを楽しみに来てくれる方もいるんだよ。だからそこの動画の内容とかそんなものはどうでもよくてね、あ読まれたとかね、なんかこう反応があることが楽しく見てくれる人もいるし、もう楽しみ方はもうそれぞれでいいと思うんだよ。こうチョコレートパフェを頼んだらね、頭からいけないこう食べようが、横からトンネル作って食べようが、楽しみ方はね人それぞれってことなんだよね。それで、ちょっとねこれね、直接聞いてほしいっていう内容にもおじいはここにコメント書いたんだけども、電話をかけてもつながらないです、とにかくつながらないで、おじいがねサポートのやつもね、あれ10時間経ってコメントが来ればいいけど、この間質問したのはね3時間後、視聴者の方からの2つの質問をやっても返事が来ない返事が来ないで、3日目に収録中にピコッつってね、来たんだけども、どうなったのか、ね、すぐに反応しないからクローズドされましたでアンケートになってペロンペロンつって、これが楽天のチャットのサポートです。だログインしていればね、その質問が1回切っても履歴に残ってるから回答してくれますよってちゃんと書いてくれてあるから、一応知りたいことだけポンポンポンってなったけども、 お待たせいたしましたで、ね、反応がないとクローズしちゃうんだよふざけんなよ。こちらをご覧ください。Q&A のトップかなんかの足元とこにリンク貼られてね、こちらの方をご覧くださいね雑なサポート3日間待たせて、そんなものしかないです。で、あとはおじいが直接聞いてほしいと、直接聞いたとしても10人といろ正解を言う人もいれば、そうでないインチキを言う人もいるんだよ。これが今までの動画の中でいっぱいあるんです。でそういう流れをね、何々年さんは知らない、このチャンネルで作ってきたこと、その動画サポートに関して、だからサポートは無意味っていうね。サポートを見るんだったら Q&A を見る、 Q&A に書かれていないことはね、答えられない、これが基本的なんで、だから Q&A のどこに書いてあるのって言ってるんだね。なので、コミュニケーションセンターの方にかければ、そこにはベテランがいてちゃんと分かる方が責任を持った答えを言ってくるので、そこはほとんど間違ったことは返ってこないと思うんだけど、普通のオンラインの電話とかチャットの方っていうのは、お仕事でね、アルバイトで未経験大歓迎でね、時給1200円から1500円ぐらいでやって適当に答えてる人たちなんで、そこのところにね、おじいが直接聞いたとしても正しく返ってこないし、
でまたあのおじいの解釈はね、何段年下と同じになるかどうかは分からない、ね、で本当ね、おじいの思うこれが一番ベストだなっていうのは、この何段年下が気になるんだったら、おじいが直接聞いて、おじいがどうかしくなくて、何段年さんが直接に聞いてみて、僕が確認したところこう言われました、僕の解釈ではこういう意味だと思います、でこれを投稿してくれるのが一番手っ取り早いんじゃないかなとおじいは思いました。自分の要は耳とかね、目を使って直接確認して、その報告をしてくれれば、僕の場合はこうでしたよっていう、そうなんだよ。だから今のままだとね、また聞きレベルだからね、解釈が違うっていうけども、それをおじいが動画を撮ったところでまた聞きじゃん、ね、だからおじいのこうだったよっていうのよりも自分で確認しないと。でこのね、一番最初のね、このパンダちゃんのね、質問をしてくれた方も、要はおじいもコメントで返事をしてるんです、それに関しても。でコメントに返事をして、見てた方が、いや SIM だよってコメントしてくれて、あごめんね動画にするねってことで、それで動画にしてるんです。でそれも見てくれてます。でもそれはまた聞きレベルになるしね、おじいは楽天のサブでも何でもないしっていつも言ってるんで、なんで見てくれてる方なんで、ご自身のちょっと目と耳とかを使ってね、直接サポートに聞いたらこう帰ってきましたっていうのを報告してくれたんだよ。だから少なくても何段年下はその自分で聞いたことを自分が聞いたらこうでしたってね、やっぱまた聞きレベルで解釈の違いじゃないのとかね、それからサポートそのサポートしておかしいなんてことあるはずが、ここがまたあのおじいに対してまた聞きレベルで、あの不定とかが聞いてよって感じでねなのでここのところがまた違うっていうか、あのこの質問した方は真剣に答えを知りたかった、本当に知りたかった、真剣に知りたかった。だから自分ご自身がちゃんと頑張ってサポートにつながって聞いた、自分で答えを持った、でその回答をファイナルアンサーと自分の中で納得してるってことなんだよ。これが本来の一番正しい筋なんです。全ての Q&A に関してはおじいに聞くもんじゃないし、書き込むもんでもないしね、あの言うなればあのヤフーのね、あのなんとかってあるじゃん、なんか CA ボールだかって、あんなとこしかないだって、現役のやってるところのやつだったら直接聞けばいいんだよ、サポートがあるんだから。もう製造もなくなっちゃった、あのメーカーもなくなっちゃったね、で久しぶりに30年前にね発掘したこういったものがあって、いやーこのディスクシステムって最初 A 面からでしたっけ、 B 面が、いや確かねこれ順番があったはずなんだけども、ご存知の方がいますかとかね、ああったあったそれね、確かね B 面からスタートだよねとかね、あのこうやってこういうものだったら CA ボールでいいかもしれないけど、現役のものは直接本人に聞けようっていう、メーカーにね、これがね、普通だと思っております。で、あと、おじいも、これもね、また、いつも常日頃言ってることなんだけども、一つのテーマがあって、で、いろんな解釈の仕方があるから、ね、この投稿のしてくれた方の解釈があります。で、一つのことについて、10人いたら10人の解釈の仕方があるわけです。これはね。で、どれが正解か不正解もない世界だとおじいは言っています。で、このことについて、皆さんは、どう思いますかというテーマにして、おじいが動画を作っていることで、おじいはこう思うけど皆さんどうですかって、いや僕はこうだと思うな、いや私はこうだと思うけどってね、ここのところでいろいろみんながそのことについて考えるってことなんで、まずは頭を働かせてね、それで考えるってこと、そしてそれはなんで、いやこうこうこうでだからこうでじゃないのって頭の体操をすることなんだね、まずはね。そこで理屈を考える、そうすると今度理論的に来る方もいればね、物理的に来る方もいて、また今度パーセンテージで表現する方も出てきたとかね、いろんな方向から物事を考える方の意見が集まってくるわけなんだよ。だから自分だけの頭だとこういうこんだけの視野しかないからこういう考えしかできないけども、いろんな方の本当面白いぐらいに、いろんなその人の人生みんな個々に違うように、いろんな角度からの人生経験からがあって、いやこれはこういうもんだって、だからこんなもの常識じゃないかっていうのも、人の数の分だけ常識があるんだよ、これがこういうもんなんだよ。だからへえって言いながら、そういう見方もあるのか、あそう取ったとか、こういうのも見てると結構勉強になるんだね。
で、そこのところでじゃあどれを答えにしようかではなくて、本当に知りたい人は直接聞けばそれがファイナルアンサーになるわけだから。ただ楽天の場合はそのサポートで返ってくる内容がみんなバラバラで、あの真逆のことを言う人もいるから信用ならない、だからあの書いてあること以外は全くわからないねっていうね、それがおじいは結論に達したわけなんです。これがなので、このエンターテインメントチャンネルとしてはね、そういう投稿が来たらね、いやこんなこと言われたよってね、皆さんどう思うってね、このいろんな方の意見をね、聞きながらね、その時間を一緒に共有して楽しむチャンネルなんです、ここは。でおじいもね、本当ね、中学校出てるだけで高校はもう中退にもならないね、2年に進級しなかったので中退にならない、ね、中学出てるだけですね。で勤め人もね、正社員に入ったところっていうのはもう1か所2か所ぐらいしかなくて、あとみんなね中途半端でね、バイトぐらいとかね、長く続くものがほとんどがないね、まともなお給料もらったことがない、まともなボーナスをもらったことがないね、そっかりいろんな職歴はね、ほんと3桁いっちゃうんじゃないかっていうぐらいね、それぐらいの勢いでいろんなことをね、もう広く浅く見てきたね、ほんと。まあそんなわけでね、こんなおじいがね、何を言ったって、その先生にはなれないんだね。で、正解は知らない。だから楽天のことを動画を作って、もう楽天モバイルの人間ではないから、責任は持てないし、わからないしね。そして、裁判官でもないので、決定権というものを持っていません。ね、なのであくまでもどんな人もこの世の中 YouTube 作ってる人でね、私は弁護士ですという人も結構いるけど、弁護士も決定権がないんです。要はお客さんからの依頼があったらそういう人の味方になるから、ね、お客さんが黒だったら黒の味方、白だったら白の味方、これがお仕事なんでね、なのでこう裁判官だけは正しい法に基づいた判断、いろんな要は言い訳を受けながら、いやそれはあなたがダメだよってね、これは決定権があるわけです。で例えば楽天モバイルのことを言ったら、楽天モバイルの規約ってものがあって、この規約がまた解釈の仕方によって真逆になる場合があります。で楽天モバイルがこういうつもりで作ってるんだと言っても、これが正しいとは限りません。いや受け取った人はこういう解釈で取ったらこうなんだからってね、なります。そうなったら裁判になります。またこの裁判官が どっちの主張を取るか決められるのは裁判官だけなんです。だから楽天モバイルの規約ルールがあったとしても、楽天モバイルが正しいわけではないんです。実はこれがどういうことかというとね、何段年数知らないと思うけども、総務省が抱き合わせでね、端末と回線セットにしたら利益になるものは2万円分以上与えてはいけませんよというね、ルールを作りました。法律を作りましたね。でそのルールを作って楽天モバイルは約束を破っています。2万円以上の要は利得を与えることをしているので、それはダメですよという指導をしています、去年ね。で指導してもそういうことを聞きませんね。あくまでも、ね、端末の要は特典としては2万円以内にしているので、あとは他のキャンペーンがくっついているだけなんで、私の解釈ではその法律は2万円を超えていないので、いいですね。でそれはその解釈は経費法なんで、経済産業省だからどうだっけ、それはね、確か、どうだったね、消費者庁じゃないよね、経済産業省だよね、確かね、そっちの方、あ、待って、それ独禁法だっか、それ、景品法はどこだっけ、ね、そっちの方に基づいて、そっちの法律はクリアしてるんだけども、確かにクリアしてるんだけども、総務省の言ってる端末だけ明日の販売についての、もともとその契約に対しての上限を2万円以内にしなさいよって言ってるんだからダメですよっていう指導をしたんだけども、私はそういう解釈は取ってないしって、まだ反抗し続けてるんだね今現在。だから総務省が作った法律でそういう意図で作ってるんだよって言ってるのに、楽天モバイルは聞き入れないのと同じで、楽天モバイルがそういうつもりで規約を作っても、お客さんの方がそういう解釈でね、取ってはいないっていうね、それって言ったら今度戦うことになる。だ決定権は裁判官にしかないって、おじいはいつもそれを言ってるんです、これがね。なので、その元気なおじいがね、ああだったこうだったっても、おじいの決定権がないし、楽天モバイルのサポートにね、電話とかチャットしたと言っても楽天モバイルの社員ではありませんね、委託されたアルバイトなんで、もし今コロナ禍で仕事がなくなっちゃったらどうしようは、駅の近くでバイトがあった、未経験でもいいんだって、ここ見て答えればいいの、はーいって感じで
チャカチャカチャカってこうね、よく質問来るの、これだ、これ呼吸すればいいよ、はーいっていうのがね、この質問はどうか、あー、これこれだ、ポクだったったった、これでペコペコってね、こうしてやってるだけだから、そこのところにね、真実はないということになります。そうだね。はい、なので、何だねんさん、ね、この、もともとのね、この方もそうであるように、今回の件について、果たしてどうなんだろうなって、あの動画を見てくれた方ですぐに真実を知りたい、いや困ったな、不安だな、そうなのって思った方は自分で直接聞いてます。このチャンネルにコメントしません。真実を本当に知りたい方はご自身で楽天モバイルにね、連絡して、でその時にまた運です、同じような解釈に受け取れるような回答をする人に当たってしまうか、それともちゃんと正しい内容を言ってくれる人に当たるか、これはもう運です。だから一回連絡がつながってね、それで判断をしてはおじはダメだっていつも言ってます。一つのことを白黒はっきりつけたかったら、楽天モバイルのサポートに10回は最低でも連絡をする、同じ質問で、それでどの回答が多かったかなってことで、そこでご自身で判断する。でないと、三木谷会長とすぐ近くにいる人以外は、正しい内容を知らないでっていうかね、わざとねじ曲げておかしくしてます。これね。なので、おじいのところでは、あくまでもね、いろんなことが情報提供で来てるわけだし、いろんなネタ投稿で来てるわけなんで、ね。なので、要は質問っていうのは結局おじいをアレクサ代わりにするってことだからね。だから知りたいことがあったら自分で調べる、自分でググる、自分でサポートに連絡する、これ当たり前なんだよ。でおじいにクエスチョンマークを使ってくるってことは、おじいをアレクサ代わりにするってことなんだよ。だからアレクサ代わりにするってことは、じゃあおじいも取り上げたら、じゃあネタで使わせてもらおうねっていうことで、でちょっと厳しい内容が出てくるかもしれないけども、でも、まあ、人の振り見て我が振り直してってことでね、こういうパターンはこうだよねっていうので使わせてもらうよっていうことで、このアレクサ代わりになってワンワンってこう動いてあげる代わりに、ね、ご注意したらその答えに、ね、答えましょうっていうね、そのね、おじいと魔法のランプみたいにね、答える代わりにトレードオフで、ああいう動画になるわけです。これがおじいのチャンネルです。で、これが、こういうエンターテインメント、要は YouTube とか、動画配信もそうなんだけど、ね、人と同じような、ありきたりの同じ情報を、ね、その人の言い方に変えて、ただやってるだけの、どの週刊誌を見てもみんな同じ情報だったらつまらないでしょ。でも、ああ、文春は面白いな、ちょっと書き方が面白いな、とかね。例えば、スポニチとかにしても、同じジャージが肩負けたにしても、ね、この記事の書き方とか見出しの取り方とか、あ、こっち、これいつもいいよねとかって、好みってあるわけでしょ。ね、だからおじいのところっていうのは、要は、コミュニケーションチャンネルなんで、こう、皆さんと一緒に考える。まずは頭を働かせる。で、自分は先生じゃないよ。じゃあどうするのってね。だからね、どっちで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 これなんでどっちでってね、全然書けないでどっちでどっちでどっちでって聞く人があまりにも多いので、なので、というか、この、みんな考えようよ。で、普通に考えてみよう、冷静に考えてみようよ、ね、でこういう場合正しい判断をどうしたらいいのって、こういうことを基本を身につけてもらうことによって、応用で楽天モバイル以外のもので何か困ったら、いやこれはどうなんだろうねって思った時に、直接事務で行くなり調べるなり、そこのところで答えを見つけて、分かんなかったらどうしようって聞いてみたりとか、だったら答え分かると思うとかね、でいや見つけたらこれなんだけど、これ難しいよね、これどういう解釈なんだろうねっていうね、こうやって聞いたら、さあみんなで考えるってことなんだよね。まあ、でおじいのチャンネルっていうのは、こういうものっていうのはやってる人っていうのは、独創的な人じゃないとできない。独創的って何なのと、変わり者っていう意味です。変わり者で、おじいもね、最初ツイキャスやってて、その後アフリカテレビってところに行ってね、で新式スタートする1ヶ月前から朝から晩までね、ビリーやったり踊ったりとか、誰も視聴者数いないのにね、一覧ゼロなのにずっと朝から晩まで喋ってて、語りかけながらね、この動画をいつか未来の方がこの動画をね、録画見てくれるよね、見てくれるよね、ね、見てくれたらね、何ヶ月でもいいんだよ、見たよってコメントくれたでありがたいけど、これコメント機能がないんだよね、だから新しいの見に来てねって言いながら、一人でずっと何時間も喋りながら毎日やってたの。これじゃあこれ変わったやつだなっていうことで、
あの運営さんから連絡もらって、だからベスト BJ で、あの選ばせてもらいたいんだけどいいですかってことでね、9月の何日15日オープンするので、その時のね、あのね、あの第1号でね、あのなってもらえませんかって言うから、ね、ああいいですよってことでね、ベスト BJ とはね、独創的なあの配信者を、ね、応援する制度でって書いてある。独創的って何だろうってググったんだね。こうやってググって独創的で何か伸びたら変わり者って、変わり者かそっかってね。でおじいそこで動画やったらね、ベスト BJ になりたいなりたいって言うけども、運営様からこいつは変わり者だって認定された人がベスト BJ 選ばれるんだよ、変わり者って言われて嬉しいっつってね、おじいが動画作ってたんだね。そしたらそのフレーズが公式から消えたんだね、パンつってね、やっちまったみたいなね。まあでもね、こういっぺんやっぱね、変わったことを、変わってないとダメなんだよ、人と同じことを知るようではね、ほんと。だこういう YouTube でもそうなんだよね。あの人があんなことやってるから、このネタ、失敗抜かれたとかってね、負けたとかね、こうやって言うけど、よくいるんだよ。うちはいいね、一日こうやってやってるから、僕ら仕事やってるから、帰ったらプライベートタイムがもう9時くらいになっちゃうから、どうしても情報のスピードで負けちゃうね。スピードかっつって、ね。元気なおじいが、ね、リモコンを作る、ね、アルミテープを使う技を編み出して、ね。で、それをやっても、じわ、せんいったにしてた、長い年月をかけてじわ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 とこう上がってきたよね。でもそれを見て、後からね、チャンネル数たくさん持ってる人たちが、ね、有名な人たちが、おじいのやり方をパクってね、1年後とか、ね、に動画を作るとドッカーンともう何百アクセスになってるよね。だ早い遅いじゃないんだよ。で、カメラの映りが悪いからとか暗いからとか、ね、そうじゃないんだよ。これがね。だからね、そのオリジナリティとかね、スピードとかね、大事かもしれないけども、いかにそのオリジナリティを出せるか、独創的にできるかっていうね、仕事のところがね、大事なわけなんです。おじいのチャンネルっていうのは、今やってるのは、自分が変わり者と思っていないから、だから変わってる人は自分が変わってるって分かんないんだよね。だよくさ、バーカって言うけども、バーカって自分のことがバカって理解してないからバカなんだよね。で、おじいの場合は自分がバカだなっていうのを理解して認めたバカなんだよ、おじいの場合。だから、おじい皆さんに言ってんだよ、偉そうなことは何も言わないよ、全然、おじいバカだからね、学歴もないし、社会からもね、つまはぐちぎりされてるし、誰も相手してくれないし、友達も先輩一人しかいないし、ね、こんなやつなんですよってね、こんな引きこもっちゃって、ね、まあ、表の空気を吸うのもね、一日一回吸えばいい方でってね、本当、直射日光もね、一日何秒浴びれるだろうってね、毎日みたいな生活で、寒いよって言いながらね、お腹すいたよって言いながらね、こうやって生きてるわけですよ、とかね。で、こんなやつを言うことはね、先生にするわけがないじゃない。だから、変わり者として、変わり者代表として、変わった、要は解釈で、ただ騒いでるだけなんです。で、ただその変わった内容で騒いでるだけのを見て、あいつはバカだな、つってね、見ててくれればエンターテインメントとして成立してるんです。イングリバンガリ、イングリバンガリ、イングリ、バカでーって言ったらね、バカだな、こいつって言ってからね、バカでーってね、これがお仕事になってるんで、バカで上等なんですね。おじいの場合は、もうもうこう、尊敬されようとか、なんか、表彰されようとか、人間国宝になろうとか、知れたものはね、地位とか名誉とか、何もいらないんです。本当、見栄も停車も何もいらないし、ね。おじい、ここをね、なんか、髪の毛ちょっと形おかしいよって言ってもね、思春期の頃はね、もう頭、帽子もね、カーってやってね、こうやってポンマードつけてカカカってやったけども、今全然全く関係ないですね。赤い、これ裏返しだったか、もうって言いながらね、ね、このベロベロがここに、もうこれも逆じゃんって言いながらね、どおりでレジでくすって割れたわけだとかね、もうそれ多分全然構わないんだよ、別に。割られたからって何って、ね、割られたから、やべえ、レイマさんはね、お前は今日、レジのところで、お前笑われたな、服を裏表に着て笑われたな、お前の寿命が1ヶ月縮んだ、はい、マイナス1、そんなそんな裏表間違えただけで、1ヶ月も寿命なくなっちゃったの、
それだけではないぞ。お前の財産から300円引いてやる。お財布の中身が300円引いてやる。マジで、うわーって。こうなったら大変なんだけど、ならないんだよ。ね、いや、ほんとね、この Google さんの中では、おじみたらバカで、バカだなーってね、みんなが罵ってくれば罵ってくれるほど、いいんだけど、どっかで炎上してくればしてくれるほど、ね、数字が上がってくるんだよね。あ、バカでよかったと思って、本当で、神様、おじをバカにしてくれてありがとうって感じでね、いやー、もうバカラッキーと思ってね、本当もうバカをやめなくてよかった、バカのままずっと続けてよかったなと思ってね、今、本当とってもラッキーなバカなんです、おじにね。ここね、先月の28日からね、今日現在に至るまで、このバカラッキーがね、バーカー、もうバカバカバカがつくぐらい、バカラッキーな状態になってる、今ね。なので、そういうところエンターテインメントチャンネルなんで、こうコミュニケーションチャンネルなんで、これね。なのでね、まあ、本当かどうか、本当に知りたい方は直接聞いてもらうというのと、厳しいようかもしれないけども、たるくりね、誰かを頼ってばっかりいるから、反対力ができない。それが何になるかというと、万が一、ここでね、震災だとかね、いろんな気象、異常気象とかあって、万が一なかった時に、じゃあ、どうしたらいいの？なんか、じゃあ避難する。え、どこに？ってね。いや、それ学校に決まってるで。え、どこの？どこのって、そこの近くの中学校、小学校あるでしょ。え、どの道から？道なんて危なくないところで行ければいいじゃん。信号が赤で、そんなこと言ってる場合じゃないだろう。命ってどっちが大切なんだよってね。こうなるでしょ。だ真面目な人は、じゃあさ、津波だー逃げろーって言って、待って、信号がまだ早く青だって言うなんてやってるみんな。ね、いや、これさ、交通法、いや、違反になっちゃうから、待って待ってみんな、待って、もうすぐ青になるからーって、ずーってもう流れで死んじゃうよ。ね。だからね、その場その場のね、冷静な判断。ね、そうしていかないと、いろんなことから自己防衛していかないと、優先順位ってものがあるわけなんだね。だからこれがこうだから、だからってね、堅苦しくて、遊びが何もないと、人間として全くつまらないし、いざ何かの時には、大変なことになっちゃうよ、ってことなんだよ、とかね。なのでね、まあ本当ね、こういう真面目なお話をする機会っていうのもね、なんだって感じになっちゃうかもしれないけれども、でもこのチャンネルの基本コンセプトなんで、おじの動画いつも長いんで、みんながもうここまで見てないだろうなって思うところでこういう内容をちょろってよく言ってるんだよ。だからおじの動画をいつも見てくれてるファンの方が感想してくれる方が多いんで、その方たちにだけ伝わればいいなと思って、こういう真面目なトークをよく言ってます。だって冒頭からね、 J に向けてこんななっていうのはね、これもうエンターテイナー、職人とは失格なんだよね。はい、今からね、今ね、このネタやるからね、本当ね、ほら、こう、センスなんだけども、ね、これ、縦じまがね、よじまできちゃったーってね、だこれと同じなんだよ、本当。なんでね、面白いこともね、なんともないし、次に何にも発展しない。もうみんな聞いてね、質問なしって言ったら、もう誰も投稿しない。で、みんなが聞いた。で、僕が聞いたらこうでしたよと言っても、後ろ書いても、みんな僕の書いてることは、ね、どうしてまた聞きになっちゃうから、見てくれた人はどうせ、見た人も直接聞かないと信用しないだろう。解釈の違いが違うから。で、っていうか、じゃあ投稿しても無駄か。じゃあ見てるだけにしよう。誰もみんなコメントしてこんなことになっちゃう、今度。何も活性化しないんだね。これがね。だからね、そういうもんなんだよ。だおじいは、ね、この投稿の方が嘘を書いてるわけではない。で、詳しくない方が、あそこまで鮮明に細かく、ちゃんと、どんな解釈がね、ねじ曲がる、その元があるっていうね、逆におじいが、何段年さんに聞きたいのは、あの方のコメントでね、まだ残ってるかな、あの情報ね。あの情報で、あの方の情報の中に何があった、ね、ないね、ないね、残ってないね。だからね、本当、死亡で、ね、
パンダの中身って言ってる方がね、パンダちゃんの中身はって言ってる方だよ。そんな方がね、どう解釈をねじ曲げて、もともとデータ専用シムで出したものなのでってね、そういう文章をどっから編み出してくると思うの。パンダさんの中身って言ってた方が、それが生まれてくる、果たしてあの文章は。しっかりと聞いて、しっかりと聞いたことを書いてくれたんでしょ。でないと、そこまで詳しくない方が、あれだけの内容は、この解釈も何も、もともとのこう基礎知識がないわけなんだよ、あの方には。だから、何々年さんは、ね、シムはシム、ね、いいシムはいいシムとか、あのデータとか通話とか、そういったいろんなことを知ってるでしょう。知ってるから、いろんな解釈の違いっていう、組み替えっていうものができるけども、詳しくない方なんだよ。詳しくない方は、解釈を変えようにも、例えば間違えて取ろうが、あって取ろうが、変えようが、その変えるべきものの代用するものの知識がないってことなんだよ。そういう内容は、あの質問 の、その、ね、前回はありがとうございましたの、その前回のコメントとかもちゃんと質問も答えて見てるんでね。なので、どういう感じの方なのかなって、その質問のレベル、内容とかね、そういうのを見ると、本当にあまり詳しくない方なんで、そんな方が、あの文章の通り、説明がね、果たして、ここにもともとにあったのか、発想したものか、解釈を違えればその言葉自体が出てきたのか、ね、パンダさんの中身はってね、言ってる方が果たしてあの言葉が、サポートがこんなこと言ってましたって言葉が解釈の違いで出てくるだろうか、そこまでおじいは考えて、普通は出てこないよねと思ったからあんな感じで出してるわけです。どうでしょうか、ね。そんなわけでね、別に長谷さんに言ったからって、真面目に解釈、おじいも目指して、ここにこう、返信1になってるんでしょ。おじいがちゃんとね、時間かけてコメント書いてんの。今日も忙しいけど。ね。なのでね、そういうことなんです。新しい方が結構いっぱい見てくれてるので、まあ、一歩ぐらいはね、作っていかない。でも、ネタバレ、ネタ明かしみんなつまんないでしょ。真面目な話してても、おじいが。ね。次はね、つみさんね。だって、サポートひどしすぎますね。僕はポイントが付属しないから、サポートにチャットで連絡するとお調べしますって言ってから答えるのに1週間かかった。遅いし、それに付属されるのが今月末だとか、本来はもっと早く付属しないといけないのにってね。だサポートに聞いてもしっちゃかめっちゃか。こんな状態で、おじいが直接聞いてほしいです。だ聞いても無駄なんだって。だ三木谷さんの直番を教えてくれれば、直接聞けるんだけども、どのサポートにかけてもね、ちゃんと返ってこないって。コミュニケーションセンターのベテランさんだったらちゃんと答えてくれると思うんだけどね。はい、元気なコムさんね、パンダさんの中身はおしゃだと思ったのは自分だけでしょうか。遊園地とかにいるやつ想像しました。楽天の外の人が頑張って、楽天の中の人が足を引っ張る不思議。本当だよね。だこれ、こういうコメントがあって皆さんの娯楽になってるの、このチャンネルは。わかる？頭の悪いおかしなね、変わり者のおじいのチャンネルにね、類は友を呼ぶと申しますね。おじいと同じぐらい変わり者のね、視聴者さんがいるわけですね。で頭がはげて汗臭いね、リアルではね、もう近寄らないでね、お父さん大嫌いって言われてる人がパンダちゃんかぶって遊園地入れてね、わーいってね、赤のね、身内は近寄ってくんないのに、あっち行けっていうのにね、他人のお子さんで、わーい、パンダちゃん、抱っこして、ってね、パンダちゃんと写真撮るかってやってくれるわけでしょう。ね。なのでね、そういうのを想像するとね、不思議な世界だね、本当ね。ね。本当楽天の外の人はこんなに頑張ってるんだよね。中の人が足を引っ張る。本当不思議だよ、これね。だこういうコメントが出てくると、また面白いでしょ。
だこうやっておじいちゃんこういうコメントを拾いながらね、はははーってね、みんな見て、はは、そうだねーってね、わあ、もうじい、そんなこと言ったらもう、パンダちゃんと一緒に抱っこして写真撮れないとかね、こうなってくでしょう、みんなね。そんな普通に考えてね、そんなね、キムタクみたいな、ね、イケメンが、パンダの中にいるわけないじゃん、普通に考えて。ね、当たり前だよ、ほんと。はい、そんなわけでね、緊急で作ったので、ここまでございます。Q&A から始まったね、真面目な話でございました。いかがだったでしょうかね。まあ、これもね、一応エンターテインメントの動画の一本になるんだけどね、これがネタになるんです、実はね。はい、そんなわけで、これね、はい、ネタにしかしていただきました。ありがとうございました。暇つぶしになった方は、グッドボタンよろしくお願いいたします。まあ、これに関してね、ご意見、ご要望も、いくらでもお待ちしておりますね。もうイエスの意見もノーの意見もね、おじいは聞き入れてますのでね、いくらでもコメントしてください。というわけでおじいでした。またね、バイバイ。